や。来ました。入り口はここです。うわ、鳥居が現れた。また悪化したような気がします。でも大丈夫です。ここはかつて私が直々に封じた雷電誠の意識空間への入り口。どうやら彼女はもう私にこの体を好き勝手使わせる気がない。あ、どういうことだ。彼女って誰だよ。誠のことか。ついてきてください。ついていくってどこに。うわうい、頭がクラクラするぞ。あ、この場所って。おい、あっち見ろ。もう一人 A がいるぞ。またお会いしましたね、旅人さん。この身は内なる者の協力者であり規則の守護者。内なる者が規則から逸脱しようものならこの身は修羅と化しましょう。この感じ、まさか人形の将軍か。あなたは私の体で属性をめぐり永遠の身体をつかんだようですね。今の自分の方が過去の自分よりも決意が固く考えが正しい、そう思っているのでしょうか。それは新たな考えを得たから、それとも抗うことのできない魔王。それをあなたに答えるために私は来たのです。私たちは無人。今この場における対話は刀を交えることのみ。雰囲気が一気に変わったぞ。大丈夫なのか。先ほどの不調は私に体を使わせまいと将軍が抵抗していたからです。彼女が言ったように、私が変化する考えを持った時点で彼女、ただ意識空間に入れば私は彼女から独立した存在となり、将軍は人形ですが自我を持っています。必要な時にここに現れて私と対決するのです。エイはどんな困難があってもやり遂げるって。エイと将軍が戦うなんて。私が将軍に定めた規則。いえ、将軍こそかつての私の理想。必要がなければ私は彼女を変えることなどしません。もう他に方法はないのか。手を出さなくても丸く収まるみたいな。でも二人とも稲妻のためを思ってやってるのに。この身は無常なる威厳を象徴し一国を滑る権限を与えられ、雷電将軍の一切を凝集したもの。当然のことながらエイが前進する中絶え間なく失われていく苦しみと
永遠を目指す決心も受け継いでいます。これも全て魔王に対抗するため。決心、勇猛、愛を、憎悪、その全てが時間という長い川の中で行く規則のみが永遠を保つことができる。確かにそれがあなたを作った時の私の考えでした。同時に私が越えなければならない高き壁にもなったようです。あなたは私の敵になるというのです。私はあなたの過去であり、永久不変の規則であり、永遠の守護者ならば、私は市民に夢を与えし、ライデン、エイ、誇り高く臨然たる鬼の少女がその鋭利な牙と共に断ち切られました。たとえ血と汚れが洗い流されたとしても、あなたの刀が以前の輝きを取り戻すことは永遠にないでしょう。そこ、うわ、黙りなさい。ここより弱滅の時、見切りました。空に舞う狐の王家はやがて漆黒の雨へと変わりました。死脈が流れ続ける限り、時間の苦しみは終わりません。元通り回復した。裁きはすでに下りました。逃げ道はありません。愚か。ここより弱滅の時、裁きの雷。逃げ道はありません。見切りました。稲妻を包む神の栄光は雲の中で静かに消えるでしょう。この先、あのような人は永遠に二度と現れないでしょう。遅い。はっ、はっ、終わりです。永遠はなかったのですね。やっと倒せたのか。その武芸、衰えてはいないようですね。しかしその意志はいつまで持つでしょうか。そんな。ここは意識空間。彼女の存在は、そう、彼女は魔王に対抗するために生まれました。意志に関しては彼女は生きとし。じゃあこの戦いって終わりがないってこと。よもや、それもありえなくはないでしょう。ですが私は、今の私の意志が決して魔王による産物でないことを彼女に証明しなければなりません。これを乗り越えなければ将軍の規則を変えることはできません。これは私の責任です。たとえこの戦いが何ヶ月、何年、何世紀、どれだけ続こうと、何度でも私は彼女を倒します。500年前、人間は戦うことで、そして今、彼らは願いを頼りに新たな道へ歩もうとしています。そろそろ私も彼らを信じることを学ばなくてはなりません。はい、わかっています。ですがもし、誠の言った無双こそが正真正銘稲妻の果てしない未来のためならば、どんなに長い戦いも私は稲妻の臣民に必ず帰ると誓いました。私のいない間、全てを巫女たちに任せます。でもそれじゃあ、私の言葉を伝えてください。
たち追い出されたのか。どうするんだよ。本当にエイと将軍をあのままずっと戦わせるのか。ああすることでしか将軍の規則は変えられないって言ってたけど、でもそうだろう。しかもエイって頑固だから、あそこで壁にぶつかったら、それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたら、もう出てこない可能性だってある。おう、エイがこの試練を乗り越えられるよう、エイが中にいる時間を短縮する方法か、それか直接勝つ方法ってないか。何が何でもエイをあのまま中に残しちゃダメだ。でもあの場所にはもう入って手伝うって言っても、まず中に入らないと。どうしたらいいんだ。そうだ、ミコだ。ミコがあの不思議な空間のことをどれくらい知ってるかはわからないけど、もう他に選択肢もない。早速あいつのとこに行ってみよう。迷ってらっしゃるなら、大臣様に打ち明けてみてはいかがでしょう。なんじゃその焦った顔は。もしやまたわらわに頼み事でもしに来たのか。何時じゃからよかったものの、もし他のものじゃったら笑顔で迎え入れはしていなかったじゃろうな。笑顔でっていつもニヤニヤしてるだろう。さっきのは上等句じゃ。そうわらわにケチをつけるでない。ああ、そうだ、大変なんだよ。映画そうか、なるほど。 A は今を人間に託し、自ら一人でいつ終わるかも分か、頑固で極端、自身の意志だけで行動し、わずかにでも力が足りなければ目的を達成できん。じゃがあやつは今までずっとあんな風にしてきたんじゃ。焦っておるか。それでわらわが手伝えると思ったのか。とぼけてるんだよな。わざとからかってるんだ。ほう、ずいぶんと賢くなったではないか。じゃが残念ながら、わらわが知っておるのはあれが信用の根本であり、 A の一心浄土とは少々異なる。それってライデン誠がいなくなった。完全にそういうわけでもない。空間そのものの性質にも違いがある。じゃがわらわの机上の空論よりも、直接訪れた何時らの方が、ともかくこれらはすべて説明するのも面倒な。まずはその空間の入り口に。方法はあるにはある。少し姑息ではあるがの、意識空間は何も知らぬ者にとっては非常に抽象的なものし、言い換えればその場所が空間のどの位置にあるか具体的。抽象的位置？理解しなくてもよい。もっと簡単に言うと、今のあやつの乱流のように無秩序、無理に入れば荒波に飲まれ、時間と空間の。だからこそ一心浄土に入るときは意識を物体へと宿す。ほえ、じゃあおいらはやめとくよ。まあ行かなくてもよいじゃろう。
最悪 A を失うだけじゃろうしな。お前が決意は固まったようじゃな。ではこれは、いや、何でもない。この乱れた感じ。そうじゃ、空間に入るときは汝の願いを、抽象空間の巨大な波に飲まれないためには自らの意識を一定まで高める必要がある。扉が開いたぞ。入るがよい。わらわは外で待機しておる。汝の最後の、わらわの神、汝に託したぞ。わらわのため、そして稲妻のため、全力を尽くしてきてくれ。巫女を信頼していいんだよな。さあ行ってくるがよい。汝の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは汝を最も適した位置へと送れるんだ。どうやって再びここへ？それにどうして姿が昔と同じままなのですか？この戦い、実に今のあなたの意志はまるで永遠に関する規則を定めた時と同じように、無数の戦いの中あなたは一度も負けることなく、たとえ私が永遠におけるすべ、それほどまでに規則に従おうとする。あなたこそまさに永遠。彼らがこの空間に戻ってきた時、まるで、では、この決戦をもって、私たちの500年以上にわたる宿命。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては、次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は、王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどのもの。私有を決するに使わんとする力は、大海を覆し天を滅ぼすほどのもの。私有を決するに求めし意志が、心を尽くし無双を転覆せし。しかしあなたは今なお存在。私は永遠に存在し、私の背負う意志は決して壊れず滅することもありません。そこ、ふっ、スタッ、ふっ、かっ、よっ、正義裁きの雷、今締め、せっ、ふっ、かっ、ふっ、よっ、ここまでです。あなたは過去を超えることができないと考えていましたが、永遠に摩耗することのない意志は、結局のところ、未来を抱けないのです。あなたは未来の心配をする必要も、あなたの強さは私が一番よく知っています。私一人、しかし、
武芸の形と限界は刀を振るう理由によって決まります。それを思うたび、この無双の一心が震えるのを感じる。まるで誠から受け継いだこの刀が、私も感じていました。先の戦いの中、それは確かに新しい力を放っていた。その力は私の認識をも超えたもの。これは誠の刀です。もしかしたら私が彼女を心から理解した時にのみ、この刀は全力で応えてくれるの。無双の一心を強く握りしめると、彼女と一緒に戦っている感覚になります。馴染みがあるのにそれを知らない感覚。認めましょう。あなたのその新たな意志は魔王によって生まれたものではない。もうはこれからもこの身はもう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の過去を表す存在。誠はただ一度たりとも私を武器とみな。本当にわかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが私の行うべき責務に、しかし武者として今後もこのような勝負そのものについてはまだ不服。いえ、ただ今までに感じたことのない。あた、もう戦いは終わったのか。これで本当に全部。ん？こんにちは、エイ。それからこれを見届けている者た、私はライデン誠。かつて責務を全うすることができぬまま散り。誠、私は今とても嬉しいわ。あなたならきっとここまでたどり着けると信じて。私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたの。あなたがその力を全て発揮した瞬間、私が現れるようにね。どうしてこんな回りくどいやり方をしたのか。それはあの時のあなたが自分の考えを信じて疑わず、ただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかった。だから、しかしそんなこと私には。全てが急すぎたのよ。本当にごめんなさい。いきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなり、あなたが無双に固執しないためにも、もともとこれらの道理は あの時カーンルイヤで起こることが分かって。ええ、多少ね。どの属性の失勢にとってもあそこは無視できない存在だから。今の私にはもう時間を感知することができない。この再会がどのくらいの時を経たものなの。それでも私は知っているわ。あなたはきっと幾度となどほら、認めてるじゃない。そういった可能性も考えて、あなたに贈り物を残しておいたわ。稲妻の苦痛を和らげるためにね。これを受け取って。私の最後の意識が消失する前でも、最も重要な一歩はあなた自身の手でね。神を守る奇跡の木。今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の禁錮から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも
あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？エイ、私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？人も役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。現在の A が自らの意識空間に信用を植え、それが過去の稲妻で発芽した。そう簡単には信じられぬ。実これらは全て誠の力です。永遠に関して彼女の理解は、永遠は時間と密接に結びついた概念です。永遠に触れれば時間の概念が曖昧になります。時間そのものに意味はなく、条理によって解釈することも不可能。なるほど。もしかすると何時らがあの時間に無事戻れたのは、それが原因だったのやもし。じゃが、あの乱れた感覚はもう消えて。まだ私も完全には理解できていません。ただ全ての根ふむ、わらわが思うに、まことの地、あなたが何を考えているのかはわかります。確かにより高度な力が関与していたかもしれません。ですが何がどうあれ、彼女のこの方法は最後の最後で、もし神王がなければ稲妻は何百年も前に災いと汚れによって。汝が神王に奇妙な感覚を抱いておるのは知っておる。昔汝はこの神王が誠の意識空間とつながっていることをわらわにしょ。ええ、ですが今分かりました。あの時はまだ。でもあの木、今の姿とは全然違うと思う。神王はわらわの縄張りに植えられたものじゃ、当然わらわの好みに合わせて剪定しておる。おい、そんな勝手にやっていいのか。冗談じゃよ。発芽してから今までこの木は数多くのことを経験してきた。わらわと完全に無関係。何時らが空間を離れてから再び入るまでの間、時間は少ししか経っておらんかった。なのに内部の戦いはすでに何百年も続いておった。わらわが思うに、旅人何時はわらわの言いつけ通り、自身の願いを心の。あの時わらわは A の居所を感知しておったが、同時に内部、もし時間もわらわたちの追い求める要素の一つであるならば。じゃが幸い、何時らの強い意志によってその乱流は全ての願いが収束する時間。乱流の方向は誠の影響も受けていたかもしれぬが、 A を助けられたのは皆の努力があったからじゃ。もしかしてオイラたちがあの決戦に立ち会えたのは偶然じゃなくて必然だったのか。私はもともと空間の外と内で時間の流れが一致していると思っていました。ですので、あの瞬間私が真っ先に思った。しかしあなたが来たのは私を助けるためだった。お二人ともありがとうございます。エイ、大丈夫じゃったか。体はすでに回復しています。将軍の意志ももう私と抗うことはありません。体ももちろん重要じゃが、それよりもわらわは気持ちが落ち着いたかどうかが知りたいんじゃ。まことの意識にあったのじゃろ。ただ彼女の声を聞いただけで、あってはいません。大丈夫です。少し懐かしいと思っただけなので。
私はもう前へ進むと決めています。しかし今回のことで確信しました。誠は本当にすごいですね。彼女は何より私の未熟さも全て彼女の計算に入っていました。稲妻が今日を迎えられるのも彼女のおかげです。私はただ種を一つ植えただけです。そうだぞ、エイは自分の力で誠の前に戻ったんだから、それだけですごいぜ。ありがとうございます。今日ようやく汝と稲妻は何百年も続く影から、誠と汝は稲妻にとって不可欠な過去と未来。あなたからそのような慰めの言葉を聞けるとは、珍しいこともあるのですね。なんじゃ、これも全部昔の汝が聞く耳を持たなかったからじゃろ。誠と同じこと言ってるな。ほう、なら将軍の位にわらわが2日ほど座ってもよいのではないか。いや、そんな面倒なことやはりごめんじゃな。冗談はここまでにしましょう。私はこれから数多くのことをやらなければなりません。将軍と共に現在の稲妻をよく観察し、現状を整理し、未来について考えます。そして鎖国を解除します。本当か？それって大変なことなんじゃない？私はもう静止するだけの永遠を追い求めることはしません。であればこの国を封鎖する、きっとこれから稲妻には多くの壁が立ちはだかることになります。それについて私もとても期待しています。そういえば双眼巨炎の底にあった穴を覚えてるか？落ちてきた柱の下。あの時あそこを離れる前に確認したんだけど、あの穴から光が見えたんだ。なんだかおかしいと思わないか？やっぱりお前も同じことを考えてたみたいだな。時間があるときにもう一度見に行ってみようぜ。難攻不落。あ、さっき
ひ。さてここからはわらわが陽子の火薄暗い鏡面にはかつての情景が映し出され、それに心を揺さぶられた霊魂たちが引き寄せられる。さて次は何時の出番じゃ。ほれわっぱよ、ここに座。恒例儀式とは霊魂を生きた者の身に憑依させることじゃ。何時もあの鬼族の武士を。でも霊がこいつの体にひょ。やけにわっぱを心配するのじゃな。まったく羨ましい限りじゃ。はあ、わらわの友人もそのような優しき。わっぱよ、怖いか。椅子に座り心身ともに落ち着かせ、あの絵を見るんじゃ。緊張せず自然体でよい。なんかまるで絵の中で座ってるみたいだ。あれ、オイラの錯覚。呪文を念じるんじゃ。何を思えば小説に。その通りじゃ先生。小説の売れ行きが絵が動いた。まさかこ、ふん、またも小説を書いてほしい。やっと見つけたぞ。お前が小説に書いたあの呪文。はあ、はあ、道理で懐かしい気配がすると思ったら、わしをつかむあれをやった意図とな。ふん、もちろん呪文の力で。あやかしの亡霊を大地へと呼び戻し、稲妻に血の雨を降らせるためじゃよ。なんだって。こうも簡単にこのは。ほう、よい、実に素晴らしい。おい、早く目を覚。無駄じゃ。どんなに叫ぼうとこやつは大きい。この体はもう。おい、起きろって。巫女どん。まったく高みの見物をしよって。さっきの目くばせはわしにこれを。ほれ、見たことか。何を言うておる。さっきまであんなにと。ブラクサイ？へ、知り。では改めて紹介しよう。こやつが神聖探霊ひ。いや、より正確に言うと記憶。まあ霊魂も記憶ももともと血脈から来る同種。先日獣域ハウンドが神王。その時血脈から溢れ出る人間。生前あやかしは法力を有しておる。そして一般的に。そうじゃ、九段の小説もわしが死んで気まぐれにそやつの。そうだったのか。ふん、自慢じゃないが、わしは生きておった頃そこであの呪文じゃ。うえっ、こやつはランジラのその行為が。はっは、迷惑とは。わしらが去る時に夢が終わってしまうことか。あった、人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん。じ、他の者の力に頼って努力をおろそかにする。むしろわしは人間のた。じゃからおちびちゃん、そう怖がらずとも大。法力だけではない、裏臭い。ふん、そういうことじゃったか。以前みんなで百も。まあよい。はあ、はあ、裏臭い。そう長くはない。じゃが満足し。裏臭い。わらわの鈴の音が響く。ミコ、
その時が来るまでわしは力を温存せねばならん。ふむ、いいか巫女よ、一つ当然じゃ。特に近年世に娯楽小説なるものが普及、それにあの頑固な A もようやく。ほほう、裏くさい。何時も何時のように物語をかけて絵も描ける人物は八重堂の主あ、消えた。目は覚めたか？大丈夫だよな？意識ははっきりしておるか？さあ、前にもやったようにわらわの後に。ほう、わらわが言うよりもさ、どうじゃった？初めて憑依された感覚は。そうかそうか、裏くさいに負けを認めさせることができ、わらわも心がすっきりした。そうじゃ、ここまで付き合ったんだ。おいおい、まだ追いか。さっき裏くさい、まあまあ乗りかかった。健康量わっぱたち、来てくれたか。はっ、ミコ、百鬼夜行の手伝い。正直オイラたち、百鬼夜行と聞く。その昔あやかした。じゃが現在地脈から、そこで察すればあやつらは鳴神を、実は儀式の前準備。確か。そうじゃ、その時が来たらわらわは直に、まず人百鬼夜行が行う。その後わらわは儀式、普段のチリジリと、奴らは本能。お、わかった。ふむ、そのあ、よし。下山を？そうなんだ。そうなので、オイラたちはあいつの手伝いをした後、宮司様は以前まではこのような重要な儀式を行っては。安心しろ、ミコが儀式を始めるみたいだ。オイラたち、
おお、早くやっつけ、あ、来たぞ。僕を称えよ。断罪の名において、ちょ、うわ、どれよ、おらおら。恐れなくていいぞ。罪に向き合うんだ。逃げるなって。うわっ、おらおら。これは大物が釣れたようだ。天理チョーク、剣女盤石、これでどう。うわっ、あ、少しいいかい。巫女の儀式はどこまで進んだかな。あやかしたちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す、鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ、導きたまえ。今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白神に申す、鎮魂のため祝いたまえ、導きたまえ。かすこみかすこみかすこみを申す。裏くさい、何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て
少し寂しく思う。ほんの少しだけさ。そふむ、わらわが想定していた通り儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃ。ん、わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。わらわはまったく。ミコ、もし心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら、地層でもおごってもらおうかの。お、わかった。今度おいしいもんをおごってやる。うむ、であれば次に会うのを楽しみにしておるぞ。今日がニコにご飯をおごってやる日だったよな。場所は雨竜亭だ。行こうぜ。いや、旅人の奇妙な冒険。まさか本当に無月の夜。あの夜用語でも本に書いてあったな。娯楽小説は所詮あれ以来小説に。あれ、ミコが店の外にいないって。わっぱよ、来たか。ミコ、なんでオイラたちの。それはナンジラがおごってくれるからに決まっておろう。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ。いてもたっても店主、この二人を覚えておくんじゃぞ。会計はこやつらが持つ。あいよ。どうしたんじゃ二人とも。早く席につかんか。これを食べてみよう。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後、もしくはこれを飲むか。こんな高級な名酒、普段では飲むのも。もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさんあるぞ。おい、ミコ、ひどいぞ。前にここで原稿を書いた時は、ただの串焼きしか食べさせてくれなかったじゃない。うん、そうじゃったか。ほう、それが何じゃ。この間わらわにおごると言ったのは何じらじゃったろ。でもこれってすごく高いんだろ。それなら大丈夫じゃ、問題なく払えるぞ。わらわたちが以前書いたあの小説。なんだって。まさか。あの時の表情、オイラたちを騙すためだったんだな。ナンジラの今の姿。ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何。じゃから、旅人の奇妙な冒険の最初、締め切りはもうすぐじゃ。地層してくれて感謝する。今日は実に楽しかったぞ。そういえば、鳴神大社で行った修礼儀式を。え、まさかあの頑固頭から手紙をもらう日が来るとは。
まあやりすぎじゃったようで、くどくどと文句が書いてあったのじゃがな。はあ、別に良いじゃろうに。みんな楽しかったんじゃから。